私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。現在ロシアがウクライナと戦争をしていて、核兵器の使用の可能性があるというふうに報道がされています。今日は核兵器や原発事故が起こった時にですね、どうやって生き残るかということについてお話をしたいと思います。基本的には酸化ストレスを抑えるのがとても重要です。本ビデオの用紙です。核兵器を使用した場合の放射能汚染の程度はどの程度なんでしょうか。実は原発事故の方が放射能汚染は大きいのですね。放射線の生態への影響、そして抗酸化配合剤でマウスの生存が延長するという内容をお話しします。まず放射線が生体へ当たった場合にですね、間接作用として水分子の電離が起こります。そして活性酸素種、平たく言うと過酸化水素ですね、これができることによって生体分子の損傷が起こる。そして間接作用のほかに直接作用があります。つまり大量の放射線が直接当たるとですね、生体分子の電離が起こって、損傷が起こるということなんですね。直接作用は放射線を浴びてすぐに起きる問題、間接作用は後でじわじわ出てくる作用というふうに考えてください。こちらの報道ですが、3月19日に出されていますが、もしもロシアがウクライナで核兵器を使ったら、世界各地で核ドミノ現象というような報道です。ロシア軍の侵攻でロシア軍はウクライナ軍を弱体化させるため、小規模の核使用の可能性がある。そして実際にロシア軍はチェルノブイリなどウクライナの原子力発電所を攻撃したという報道です。ですから核兵器を使った戦争が起きる可能性、そして原子力発電所が破壊された場合にはですね、放射能汚染が出るという可能性が言われています。さて多くの方が SNS などで世界中で大規模核戦争が起こったらどうなるかというのを予測されています。一番は核兵器直撃で全人類の半数が死亡する、これは可能性はあるんですね。そしてさらに放射能汚染で生存者の大半が死亡と皆さん思っておられる方もいると思うんですが、これは間違いです。さてこの広島市の、ホームページを見てみましょう。広島や長崎には今でも放射能が残っているのですかという質問に関してですが、原子爆弾によって発生したエネルギーのうち 5% が初期放射線となり、 10% が残留放射線となりましたと書いてあります。つまりエネルギーのうちの 15% が放射線となって、他はその爆発の時のエネルギーになるわけですね。そして放出された残留放射線のすべての量を100とすると、爆発後24時間で 80% が出た。そして例えば爆心地での残留放射線を受ける量は爆発直後と比べると、その24時間後には1000分の1、1週間後には100万分の1になったという研究報告がある。つまり核爆弾の場合は残留放射線は急速に少なくなるのです。ですから皆さん今でも広島や長崎の爆心地にですね、訪問することができますね。さて、原発事故の方を見てみましょう。皆さんもご存知なように福島ではですね、今でも立ち入り禁止エリアがあってですね、これはいつ解除されるかわからないという状況です。ですから原発事故の方が放射能汚染は大きいということが言えます。この環境省のデータはチェルノブイリと福島第一の放射性核種の放出量の推定です。
これはチェルノブイリと福島を比較してあるんですが、ヨウ素の量はチェルノブイリが10倍ぐらい、セシウムの量もチェルノブイリが5倍以上というようなデータになっています。しかしながら福島での原発事故でヨウ素が出たことで20歳以下の若者が多数甲状腺がんを発生したということは皆さんご存知だと思います。さて、放射線の健康被害を防ぐには1、ヨウ素を摂取する、これは三角なんですね。これは甲状腺へのヨウ素131の蓄積を防ぐんですが、子どもさんでは有効です。ところが海藻をたくさん食べている日本人の成人はですね、効果が薄いんですね。欧米人は海藻の摂取が少ないので有効です。ですから福島の場合でも成人に関しては甲状腺がんはそんなに増えなかったわけですね。さて2番目、抗酸化物質を摂取する、これは丸なんです。では抗酸化物質として一般的なビタミン C を見てみましょう。このビタミン C の抗酸化力というのは非常に少ない量で効果があるんですが、量がどんどん増やすとですね、抗酸化力はなくなってしまうんですね。このグラフでは酸化ストレスですので、へこんだ形になっていますが、抗酸化力に関しては山形ベルシェイプになると言われています。ですから成人の方でビタミン C が最も効果があるのは 1g 程度までで、 2g、3g 飲んでしまうと実は酸化ストレスは跳ね上がってしまうんですね。この論文は防衛医大から出された論文で、 7.5 グレーの致死量の放射線をマウスに照射してビタミン C が投与することで致死率が低下するという論文です。ただしこの飲ませた量が強烈で 3g/kg イコール70キロ体重の方ではですね、210グラムのビタミン C を毎日飲むというようなもので物理的には不可能だと思います。そしてグラフではビタミン C なしが25日で、全てのマウスが死亡していますが、ビタミン C を放射線照射の前から飲ませた群は非常に生存率が良くてですね、これ 80% ぐらいです。で、放射線照射の後に飲み始めた群というのは生存率は 20% 程度ですね。これは非常に興味のある論文でしたので、私もですね、同じ実験を何度も繰り返しました。しかしながらビタミン C の大量投与で生存率が上がるというデータは残念ながら出ませんでした。その理由を考えてみたんですが、この論文で使用している放射線照射装置 MBR の 1505R の2がですね、この論文が出た時点では保守の点検期限すらもう長いこと過ぎたですね、古い機種なんです。で、私も同じ機種を使っていて、ちょうどこの2013年4年頃にですね、放射線の実験をしたんですが、一定のところから再現性が取れなくなって、どうも放射線が出てないんではないかというふうに考えられました。製造元の人たちに確認したんですが、いやもうそんな使用期限過ぎてますよというような回答でした。そこで我々は最新のですね、放射線照射装置を購入して使っています。さて、放射線照射6グレーによる血液中の酸化物質の測定をしました。これは過酸化水素を測定するシステムで DROM テストといいます。過酸化水素は皆さんご存知のように、衣類の洗濯に使う漂白剤ですね。さて、サプリメントなしで上昇する過酸化水素量を 100% としてデータを出しました。ビタミン C を 150mg/kg を投与した群では少し酸化ストレス下がっているんですが、有意差はありませんでした。ポリフェノールの一種であるレスベラトロールは大量に与えると反対に酸化ストレスが跳ね上がっています。
私の開発した 20X15mg パーキロ3日間投与ではですね、上昇する酸化ストレスが3分の1程度に抑えられています。またこの実験は1週間かかるので7日間投与した場合には元の酸化ストレスレベルよりも下がっています。すなわち 20X は放射線6グレーの引き起こす酸化ストレスをほぼ消去できるというデータです。さてこのグラフはマウスに7グレーの放射線照射を行って 20X を投与して生存が伸びるかどうかという実験です。このデータを見ますとコントロールでは13日目にはですね生存率は 10% になっているんですが 20X を 15mg パーキロ 20mg パーキロの低用量なんですがを投与した群ではですねなんと生存率がそれぞれ 100% それから 66% というデータが出ました。このデータは再現性がありますので N ナンバーを増やして皆様にデータをお見せしようと思っています。さて放射能の健康被害を防ぐには1、ヨードを摂取する。これは三角ですね。20歳以下のために備蓄する意味があると思います。ビタミン C を摂取する。これは三角なんですが、エビデンスがないので備蓄しても無駄なわけですね。ですから、現在備蓄はされていません。20X に関してはすでにエビデンスがありますので、継続して飲み続けていれば万が一の時に可能性があるのではないかと私は考えています。さて一般的に酸化ストレスを下げるには炎症酸化ストレスのイベントを避けるタバコお酒をやめる肥満糖尿病の方は糖質制限をするそしてエビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も有効です。こちらが抗酸化研究室についての情報です。このビデオに質問がある方はこちらのメールアドレスにメールをください。所属機関に連絡をされても回答できない場合が多いですので、必ずメールでお問い合わせください。